ブレンダー 3.0 ジオメトリーノードの使い方。今回はブレンダーのジオメトリーノードの使い方を解説します。紹介するジオメトリーノードの使い方は2つ。ランダムに形状を配置、修正可能なモデル編集。このランダムに形状を配置する方法と修正可能なモデル編集としてブリアン演算の方法を紹介します。絵や映像制作で使うと便利な機能なので、ぜひ使い方を習得してください。下準備。ブレンダーを立ち上げ、ウィンドウの分割を増やし、エディタータイプのところからジオメトリーノードエディターを選択。そして 3D ビュー上で Shift A で何でもいいのでオブジェクトを作成。 Z2 キーでマテリアルプレビューに切り替え、ジオメトリーノードエディター上のプラス新規を押します。するとこのようなノードが出てきます。撮影の関係上、ウィンドウの分割の仕方を変えました。これで下準備が完了です。立方体をランダムに配置、 3D ビュー上で Shift A キーで立方体を選択。 G キー、X、G キー、Y や Z を押して見やすい位置に移動させます。そしたら元の立方体を選択して、ジオメトリーノードエディター上で Shift A キー、ポイントの中のポイントインスタンスを選択します。そしてこのオブジェクトのポイントを選択して、新しく制作した立方体を選択します。そしてさらに Shift A キーでポイントの中のポイント配置を追加。そしてまずポイント配置をグループ入力と出力の間にドラッグ&ドロップ。そしてポイントインスタンスをポイント配置とグループ出力の間にドラッグ&ドロップします。そして追加した立方体を選択し、タブキーで編集モードに入ります。この立方体を S キーで拡大縮小します。さらに R キーで回転などを入れるとより散らばった配置になります。あとは新しく制作した立方体を H キーで非表示にすれば、これで立方体のランダムな配置が完了です。形状の追加。ここからはブリアン演算のための形状を追加していきます。まずコントロール Z で回転を入れる前まで戻り、 Shift A キーでメッシュプリミティブ立方体を追加します。さらに Shift A キーでジオメトリーのジオメトリー統合を追加します。そしてジオメトリー統合をポイントインスタンスとグループ出力の間にドラッグ&ドロップし、追加した立方体のノードをジオメトリー統合のジオメトリーとつなぎます。そしてサイズを2にします。するとこのように立方体が新しく追加されたことが確認できます。これで形状の追加が完了です。形状の変形、 Shift A キーでジオメトリートランスフォームを追加。立方体とジオメトリー統合の間につなぎ、トランスフォームの値に変更を加えるとこのように変形できます。ここではスケールの X のみを2に変更しました。これで形状の変形が完了です。ブーリアン演算、 Shift A キーでメッシュブーリアンのノードを追加。そしてポイントインスタンスの出力をジオメトリー2につなぎ、トランスフォームの出力をジオメトリー1につなぎます。見やすいように配置を変えて、ジオメトリー統合のノードを削除。そしてブーリアンのジオメトリーの出力とグループ出力のジオメトリーをつなぎます。これでブーリアン演算ができました。こちらのブーリアンはジオメトリーノードで作られているので、後からパラメーターや形状に変更を加えることも可能です。これでブーリアン演算が完了です。まとめ、今回はジオメトリーノードの使い方について紹介しました。ブレンダー内完結ですが、ランダムに形状を配置できるのは強い機能だと思います。イラストの背景にランダムに大量に立体物を並べたい時に役に立ちます。ぜひ皆様もご活用ください。以上になります。今後も絵を描く人に向けて有益な情報を発信していきます。この動画が役に立った、ためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。よろしければ Twitter の方もフォローしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。